はいはいと例によって対戦イベント復刻メキシコなんとか7時ちょっと過ぎにログインして、とりあえずガチャだけ2アカウント引いて終わって、また対戦は別で参戦しようかなという感じで、とりあえずガチャを引いていきます。108枚あるんで2回か、あれか、悶絶確定か。まあ いや、とりあえず引いていきましょう。余力は残さないので、今週の週クエまだ終わってないし、来週の週クエだってあれだもんね。対戦やりゃ40枚ぐらいはすぐ溜まるので、レッツラドン。あ、パレンキ欲しいんだよな。ちーちゃん、そうだ、ちーちゃんは逆に進化させてない方があれだね。遊べるよね。ああ、そうだな。これも欲しいな。あの、パレンケ作るネタに欲しい。お、これ結構いいんじゃないですか。赤木さんもネタに欲しいし。いや、自分としてはこれいい。それでもう一回引いていきましょうか。余力は残さない。おっさんもあれだな。あの、進化素材をネタに使う。あ、結構いいんじゃないですか、これ。これはね、終わっとるけど地味に使える。あの、集めた方がいい。あ、これも餌に使える。あれ作りたいで。オナシャス。いいんじゃないですか、結構。おっさんもネタに欲しいんで、それで終わったんで、進化でちょっとあれだ。できるやつ誰かおらんかな。パレンケできるな。これダメか。これ、あれ解体してないんか？全然ないな。これ終わっとるんで、サラマンダーが足りんのか。これ足らんな。ここあれか。モンスター一体か。これ使っちゃうとモンスターおらんくなるでな。やめといた方がいいな。サフランは。サフランあれか。ここもあれか。パレンケできるな。パレンケ何体持っとるんだ？ちょっとタイム。パレンケが2枚か。3枚使うのか。パレンケいっときますか。1枚なら。ねえ。2アカウントなので、こっちパレンケの進化の方を育てて、向こうでパレンケの普通の方を育てやんやな。なんか勝手に引いたみたいな言っとること言ってる。まあいいや。迷ったら行け。それで限界突破しといて、うん？ああ、何これ？あれなったんだ。あれこれ 1しか俺終わってないんだ。何これ？うん？限界突破だよ。なんでできんの？デッキ中？デッキ利用中？あ、デッキ使っとるんだ、どっかで。どれだ？どれどれどれ？どれどれどれ？これか。これでいいんだ。あ、そういう機能があったんだ。知らんかったんだ。パレンケ、何これ？デッキやってないよ。なんで限界突破できん？何これ？なんだこれ？ちーちゃんはあれだわ。あの一体、わざと弱いやつ欲しいで。ちーちゃんはやっといて、ゆかたんはいいわ。あの、またあげたいで。なんでパレンケできんのだ？どういうことこれ？デッキ使ってないですよね。何これ？ちょっとタイム。何これ？まあ今日は別に使わないんですけど、パレンケの日じゃないんで。なんだこれ？なんで限界突破できんの？どこで使っとんの？あ、これか。パレンケいっぱいおるな。あ、デッキ使っとるとダメなんだ。パレンケちょっとやっといて。うん。
それでゆる村行ってどれだ、これあれか、パレンケは別にいいよね。ああ使う時だけやって解体してもいいか。ちょっとタイム、あれいないよ。あ、俺オリッターしかいないの。時間がこれダメだよ。パレンケ使っちゃったんだ。なんだこれ、あれ2体引いたよね。なんかこんがらがついたな。パレンケ2体引いて1体戻ったのに、なんでなんだ。あれ進化で何体使うんだパレンケって。あ、パレンケ2体使うんだ、だからダメなんだ。パレンケじゃ残しとかなあかん。パレンケがなんか口癖になってきたな。これはいいとして、パレンケあげとかなあかんな。こんなとこか。ちいちゃんもあげといた方がいいんだ。これでとりあえず、うん、これでチェンジ。よしと、これで集計終わったんで、あ、進化まだやってねえんだ。とりあえずアカウントチェンジします。ということで、チェンジ。はい、とアカウント変えましたけど、これってあれだね、初めてやるもんで、これ見てないんだね。せっかくだよ、見ときますか。1億3000万人。There were once Maya and Aztec civilization, but these civilizations were conquered and destroyed by only 500 conquistadores led by Hernan Cortez, making it a country with numerous historical sites of Spanish cultures and the ancient Aztec and Maya civilization.On the other hand, because of the drug cartels, it is not a very safe place, so you need to be careful if you are visiting. こっちの方、日本と比べたら治安の悪さ激然ですもんね。このビデオカメラなんて持って絶対歩けんすもん、ね、スマホですら危ない。 Still, Mexico is a country worth visiting. The beautiful nature of Yucatan Peninsula, numerous historical sites and Mexican food such as tacos and tequila awaits you. テキーラ美味しいですもんね。飲みやすくてタッチ悪いけど。それでこっちもガチャ引いていきますってことで2回引けるよね。こっちでパレンケ出るといいんですけどね。パレンケパレンケパレンケ、あれやっぱ使えるよ本当。おお、こっちは進化させずにガンガン幻突して、っていうかこっち全然持ってないですもんねカード。私、ああ、オオカミマン持ってなかったんだ。あ、これも持ってないんだ。結構持ってないな。もう一回行こう。もう一回引けるもんね。パレンケ欲しいな。あ、持っとるんだこれ。持っとったんだ。あ、おっさん持ってないんだ。あ、渋いとこ出たな。ヒッター終わってないじゃん、こっち全然持ってないですよ。ああ、おっさん連発だな。パレンケあんま出んな。Nice to meet you. あ、おっさんになるか。I work as the Yuru of Prehispanic town of Washmal in my spare time, sir. Sir, who the heck are you? Sorry, sir. I am Washmal Corporation Mexico's branch manager, Yamashita Shuchiro. Here you are, my business card.庄司でもコーポレーションで別にいいんだこれ。山下修一郎っていうの知らんかったんだ。ずっとおっさんだと思ってた。 No, thanks. I didn't really ask you to introduce yourself. Why are you working as Wushmal Yuru? Ushumaru. What a cute lady. How old are you? I see. Ninth grade. I assume you are taking an entrance exam this year. I didn't answer your question.似てないよね。Actually, I have a daughter your age. Well, if she is alive. 子供亡くしたの。Your daughter passed away. Accident or illness. No, she was never. いや、生まれてねえならいねえがや。Just until this moment, I'm extremely single. これデライミシンのやつだな。We don't need stupid lies. I'm not lying. It's a dream daughter. I can't say a dream daughter is really alive.
So that's why I said if she is alive. ドリームドーターでそんでいいんだ。For your information, I have about 128 dream daughters. 妄想だよ、こいつ。キモいね。I mean, can a manager of a company work on the side? いや、副業はもう今みんないいでしょ。会社が副業じゃない。Old fashioned. You're so yesterday. A typical Japanese way of thinking.お前がめちゃくちゃオールドファッションじゃねえか。In this rapidly changing world, Japanese companies should strongly recommend side jobs as a part of work style reform. And you chose Yuru. Your parents will be disappointed. なんか副業でゆるやったの。Do not worry. My parents are already on Anma Dyer's report card. So I've only got my dream daughters. Who accepts who I am? He's a real jerk. なんかこれ。Isn't the pyramid in Wushimal called? Indeed, yes. It is called Pyramid of the Magician. Oh, okay. Say sorry. You have to apologize to all the magicians. Apologizing spontaneously, like conditioned response, though you didn't do anything wrong. That is another bad habit of Japanese people. It's okay if you did it in Japan where people love to sense the atmosphere, but when you're in a different country,It could lead to an unintended misunderstandings. Meaning you're not going to apologize. What a jerk. No wonder he is single. I have a meeting to attend. If we are linked by fate, we'll meet again. There's no next time. なんかこの、思ったけどさ、あの、新しいアカウントでやり始めてこの、何、ストーリーを出るようになったで見とんですけど、みんなイベントとかあそこら辺で、あ、限界突破か、痛いやつばっか出てきますね、あれ。なんかなんだあれ、わざとああいうキャラ構成を多分考えとんだな、あれ。かなりあれだな、これ。このおっさんもなんとか、なんかあやで見ると愛着湧くな。いや、だからといって優先して使うわけじゃないですよ。かなりあれだな、こちらも。着々と集まってきたな。ガンガン対戦して集めなあかんすね。ヒッターが欲しいね、やっぱりあれば。使うもんな、やっぱり。こんな感じですか。ということで、とりあえず、シュークエこちらも終わったんで、はいと。そんな感じで、ガチャ終わって、まあ普通に対戦して、また後で対戦しに行きますということで。はい、そんな感じで以上、対戦イベント。あ、なんか選挙回っとうな。もうあれだもんな、明日だもんな。対戦イベント in 復刻メキシコ。2アカウントでガチャ2回ずつ引いたでした。明日は選挙ですよ。そんな感じで終わり。明後日だった。